お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今年2024年1本目の動画はですね、まあ、ちょうどタイムリーな話でもありますので、停電とか何かしら災害に見舞われた時に、自分家のペットたち、爬虫類ね、ペットたちをどのように管理、移動、ストックした方がいいのか、っていうことについて、まあ、やれることって本当限られてるので、まあ、大した話はね、できないんですけれども、まあ、こんな感じのものを事前に準備しといたら、電気が使えない時とか、どうしようもなく生態を外に移動しなきゃいけない時とかにね、役立ちますよというものをですね、今日は、紹介していきたいと思います。まあね、状況なのでどうしてもね、世の中ちょっと自粛モードになっちゃってますけれども、まあ、動画いつも通りね、今日から上げていこうと思いますので、ぜひ、ラフチャンネルね、今年もよろしくお願いいたします。早速紹介なんですが、電気が使えない時が多分爬虫類両生類飼育者にとって一番困るんじゃないのかなと。まあ変温動物ですので、温度が下がると生態の温度も下がっちゃうという話ですから、温度異常をどのようにするのかが一番肝心と。まあ一般的に爬虫類イベントで、持って帰る、冬場に持って帰る時とやることは変わらないんですけど、まあこういったね、カップ、こういうカップに生体を入れて持ち運ぶ、管理するって形になると思うんですけど、結構このね、カップ選び大事かなと思っていて、小さい種類、まあ例えばレオパとかニシャフとかだったら、このぐらいのサイズのね、カップに、キッチンペーパーとか敷いて入れるで全然いいんですけど、ちょっと大きいサイズの個体とか、力の強い生体は、蓋がね、ちゃんとしてないとまずいということで、例えばちょっと今手元にあるのがね、これしかなかったんですけど、シール貼っちゃってるけど、リューレプタイルさんが出しているオリジナルデリカップですね。これめちゃくちゃ蓋が、すごいね、蓋が。かなり蓋がしっかりしてて、まあ基本的にボール自身の力じゃもう蓋を開けることができない。そういったね、カップになってますと。で、300g ぐらいだったら問題なくね、このカップに余裕を持って収まりきるっていう話を聞いてるので、まあ自分仕様にとってたからシールとか貼っちゃってるんですけど、デュレクタイルさんが出してるね、このデリカップはかなり移動の時に便利。うん。蓋が相当硬いから。まああとはね、じゃあ 500g とかもっと大きいね、サイズのボールパーツだったらどうするのかっていう話になりますけど、まあそういう時はもうしょうがないですね。こういったシューズケースですね。これシューズケース、もうちっちゃいサイズもあります。このぐらいのシューズケースとか、まあ、あともう一つ、アマゾンとかで爬虫類プラスチックケースとかで調べたら出てくると思うんですけど、これ、名前がね、よくわかんないけど、こう開けて、これも結構硬くて、さっきのリュウさんのカップに比べたら、まあ、簡単に開くんですけど、ちょっと硬めになってて、こういうやつ見たことある人も結構多いと思うんですけど、これもね、結構数置いてると便利。これが多分今中なんですよね、サイズが。で、小がもっとちっちゃくて、まあちっちゃいって言っても、これよりかはちょっと大きいくらい。同じくらいかな。これよりちょっと大きいくらい。で、これが中で、さらに大で大きいのがあるんですけど、こういうのもね、持っとくと便利です。で、まあ正直、うちほどもういるとどうしようもない。どうしようもないですね。一応全員分カップはね、用意はしていて、でかい巨大な、輸入するときに、使われるような大きな箱とかはね、用意はしてるんですけど、全部が全部はちょっと持って移動ってなかなかハードルが高いし、そういう時ってどっか避難場所に避難しなきゃいけない時とかだったりするので、まあ多分ね、そういう時はもうどうしようもないから、本当に、持っていける分だけを選ばざるを得ない状況になるのかなとは思ってますが、まあ、一般的にはせいぜい爬虫類飼ってても1匹とか5匹とか多くても10匹とかそのぐらいがまあ普通だと思うので、そのぐらいだったら全然ね、こういう小さめのカップとかに入れて、肝心なのはこれ回路ですね。回路、貼る回路。この貼る回路は直接ね、貼らない方が良いです。曲げちゃいますけど、こういう貼る回路を移動する箱の、例えばこうやってベタって貼るんじゃなくて、ちょっとこうずらしてね、ずらして、こう、こんな感じで、こんな感じでずらしてこうやって貼るとかね。まあ、もしくは、側面だけにちょっと貼っとくとかね。で、生体が自分で、あったかい場所、そうじゃない場所、移動できるぐらいの、空間を用意してあげる。まあ、こういうケースとかだったら大丈夫だと思います。これが例えば、さっきのやつ、こういうちっちゃいやつに、面積こんだけしかないです。こういうちっちゃいやつにベタって貼っちゃうともう全部熱いし、ここでこうベタっと貼っても、まあ、だいぶ熱いよ。面積的に。なので、こういうちっちゃいケースに関しては直接貼らずに箱に貼った方がいいかなと思います。で、箱、移動するときは理想はこういう発泡スチールの箱がベストです。開けて、
こんな感じね。中に、まあこれはちっちゃいから、ちっちゃいやつしか入んないけど、この入れてあげて、こういう側面にね、この回路を貼って、こんな感じで回路を側面に貼って置いといて、で、回路貼って箱閉めるときは必ず空気穴を開けなきゃいけないので、こうですね、これちょっと穴開けてるんですけど、空気穴。穴を一箇所開けてあげて、で、できれば、新聞紙とか、プチプチとかで、中、詰めて、ちょっとこう、空間の温度がより長く維持できるようにして、蓋閉めて、移動させる。これがもうベストですね。一番いい。まあ、そうなってくると、じゃあ、こういう大きい箱とか、こういうのだったら、なかなかああいう、発泡スチロールの箱ないじゃんっていう話になるので、もう大きな巨大な段ボールを用意しといて、それにもう入れるしかない。ボールパイソンとかね、扱ってる人はね、大きい段ボール、もしくは、コンテナボックスとかあるじゃないですか。コンテナボックス。大きいコンテナボックスに、ボールパイソン入れて、ペットシーツかキッチンペーパー敷いて、ボールパイソン入れたやつをこうやって積み上げて、回路を側面に貼っといて、空気穴作っといて、で移動する。レオパ1匹、ニシャフ3匹とかそういうぐらいの人は、これのちょっと大きいサイズの発泡スチロールの箱を用意して、丸いプリンカップでもいいし、四角いやつでもいいし、先ほど言った、こういったね、これの、S サイズはもっとちっちゃいので、このぐらいのサイズかな、S サイズは。うん、それに入れて、やってもいいし、小さめのボールパイソンの人とか、もちろんレオパ2シャフでも使えます。ジューさんのこういうね、オリジナルデリカップ、これめちゃくちゃいいので、これね、これに入れて、コンテナボックス、段ボール、発泡スチルの箱に入れて運ぶとか。まあそういった形で、管理するしかないかなと思ってます。なので、春回路はたくさんストックしといた方がいいです。本当に、春回路はたくさん用意した方がいい。っていうのと、あとは、こういった、シューズケースとか、デリカップとかは、日頃から余分にストックを持ってた方がいいです。まあこれメンテナンス効率もね、良くて、こういうシューズケースとか、例えばこれソイル入れちゃってるけど、引き出して、掃除してる間に新しいのにセットして戻すとかっていう風にも使えますし、いろいろと使い勝手がいいので、シューズケースとかはね、飼ってる生態かける2倍ぐらいの量ストックしてた方がいいかな。使ってるものと同じ数のもう一つ空のものを用意しておくと。まあそれが一番理想かなとは思ってます。そのぐらいかな。事前に準備をしとけば、何かあった時にパッと移せる。使ってない新しいものがあれば、物引いて生体だけポッと入れて蓋閉めて、シューズケースだと明星テープとかで蓋をね、閉めた方がいいんですけど、まあそういうこともできますので、回路たくさん、移動するときに使えるようなカップをたくさん準備しておく。うん、で、それらを入れる箱を必ず用意しておく。もうここの3点かな。うん、理想は、新聞紙とか、プチプチの、緩衝材とかをあるとより良い。間に、詰めて、ケースが揺れないようにできるし。あ、そうだ、忘れてた。あと、これ、霧吹き。霧吹きは1個持ってた方がいいです。まあ、なぜなら、移動先とか移動中、声帯が喉乾くんですよね。喉乾いた時に、水入れをね、設置、なかなか難しいです。設置しても移動するから揺れたりこぼれたりするんで、霧吹きがあると簡単で、声帯入れてる状態で、こうやって霧吹いてあげると、この側面にね、水滴がつくんですよね。だからこの水滴を声帯が舐めて、水分摂取ができるので、基本的に霧吹きは水満タンで1本ね、どっか避難するときとか移動するときはね、持ってた方がいいです。実際爬虫類イベントとかでも、まあ、2デイのときとかは、初日ね、生態ずらーっと並んでて、翌日まで水飲めないのかってそういうわけじゃなくて、皆さんがイベント会場に、会場される前に、スタッフの方がこうやってしてあげて、霧吹きをね、こうやってして、閉めて、で、側面についた水滴を生態が舐めるっていう、そういうね、管理をしてますので、霧吹きは必ず持っていった方がいいと思います。っていうところを、事前に準備しておくと、何かあった時、ちょっとは安心かな、と思います。ってな感じで、まあちょっと正直当たり前の話しかしないんですけど、改めてもちろんラフチャンネル初心者の方もね、見られてますので、まあこういう準備っていうのはしておいた方がいいよっていうことをお伝えしておきます。まあ最後に、昨年末実はね、うちも西アフをワンペアだけちょっとかけまして、どんな感じだったのかっていうのをね、お見せして終わりたいと思うので、もう一瞬で終わりますが、こちらの映像をどうぞ。これはかかったんじゃない？どうだろう。だいぶいいポジショニングだけど。だいぶいいポジショニングですが。
両者動かす。なんかね、ちょっと顔とかでリアクション取ってくれると分かりやすいんですけど、あの何もないですね。フリーズしましたね、2匹とも。これはどうなの？画質荒いだろうな、これ暗いから。いやー、わからんな。まあこの2匹ね、あまりにもすぐやる気があったんでちょっとかけてみたんですけど、本来はこのメスにはね、このオスをかける予定ではなかったのですが、まあもしちゃんとかかって卵を産んで生まれたら、ホワイトアートオレオかオレオが生まれます。で、全てヘテロパターンですという感じで、ポジショニングはすごいいいよね。いいポジション取りはしてるけどね。はい、ということでね、今年クーリングとかもやって、西アフのね、掛け合わせとかもね、やっていこうかなと思ってますので、まあ随時そういったね、繁殖プラン、まあ繁殖プロセス、ラフチャンネルの動画で皆さんにお届けできるかと思いますので、ぜひ気になる方はですね、チャンネル登録して楽しみに待っていてください。もうすでに今これかかってる子で、まあぼちぼち卵産むんじゃないのかなと思ってるんですけど、まあこれもね、産んだら皆さんにご紹介しますので、楽しみにしていてください。ということで、本日の動画はこの辺にしておきたいと思います。今年も変わらず毎週水曜日はメンテライブをできる限りやっていこうと思ってますし、メンバー限定はね、もうすでに出してますが、メンバー限定も滞りなくやっていこうと思ってますので、気になる方はね、そちらもチェックしていただけたらと思います。ということで、本日の動画はこの辺にしておきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。